パリオリンピック2024サッカー男子予選リーググループ D 日本一、ゼロマリ、大会3日目イコール日本時間28日、ボルドー競技場。この日の日本の相手は3月に国内での親善試合で13と乾杯したアフリカ予選1位のマリ。24日の初戦で南米1位で五輪出場のパラグアイに5対0で快勝した日本。 中二日での連戦による選手の疲労や負傷者などもあったものの、大岩豪監督は初戦からのスタメンの変更は3人にとどめます。攻撃陣ではパラグアイ戦で2ゴールのみと俊介選手をベンチに温存し荒木良太郎選手を起用。初戦で怪我をした平川優選手に変えてはバックアップメンバーだった山田風紀をスタメンに抜擢します。 そしてもう一枚は木村誠司選手から西尾竜也選手というディフェンスラインの入れ替えでした。前半からフィジカルとスピードに勝るマリが日本ゴールに迫ります。しかし GK 国ボレオブライアンを中心になんとかしのぎ0対0の時間が続きます。後半に入り57分。 初戦で2得点ずつをマークした水戸選手と藤尾翔太選手を投入すると徐々に流れが変わり、日本にもチャンスが生まれ始めます。すると82分、右サイドを突破した細谷正弘選手からの鋭いグラウンダーのクロスに佐藤圭誠選手が反応。一旦は GK に阻まれますが、 ゴール前の密集にこぼれたボールを走り込んだ山本リヒト選手がマリのゴールに流し込みます。